これが術理。実際足元がね大事なんです。足元が上に反映されて、はい、これが動くって、はいはい。先代は時に口の悪い人だったんでね、はい、結構厳しいこと言ってた。剣術は術なんですよ。勃拳体操とは違う。いや口悪いなって。いやでも大事なとこかもしれないですね。そうそう。まあね、体をね。上手に。私この張り合いも柔らかさですもん。そう、そう、うん、手とかやっぱり体もそうだし、どこの軸を使うかで、2点で使うか1点で使うか、うん、2点だとねこういう使い方になってくる、はい、だけど1点にすると、はい、ね、もっとシュッとこう、うん、いけるっていうな。あ、うん、そっか。そう、で体を直接こうされるのか、立ちと立ちの接触、まあ立ちでやった方が難しいよね。そうですね、うん、ちょっとやっぱり伝わり方が難しいんでしょうね、うん、体のこれね、ちょっとね短絡的なことかもしれないけど、はい、初心者なんかは分かりやすい例えかもしれないんだけど、柔術とか、まあ、そういうもの、関節とか、はい、極める傾向あるんでしょう、はい、ああいうのってのはね、できたかできないかって感覚をね得やすいんですよ、うん、あ、体術の方が痛いから。あ、確かにそうかもしれないですね。かかったら、ね、直接的に分かりますよね。だからダメでも分かるし、はい、よくても先輩が、あ、今のはかかったって教えてくれる。ただ剣術はね、今の違うとか、あ、それ良かったって言われても分かんないって、分かるようになるまでに時間がかかるんで、つまんなくなってやめちゃう人とか結構。ああ、そうそうそう、なるほど。そう、あと勝手な高い自己評価する人も多い、剣術は。だから先生はうんって思ってても、うん、自分はできてるって勝手な自己評価をする人が体術の世界より多いかもしれないね、はい。まあ、なんかやりやすい方向に変換しちゃうっていう人もいそうです。人の足さばきも回りやすい方向にあえて足をずらしたりとか。あと私の経験上では、その人を基準に、お、今の良かったよと、うん、要するに方向性が合ってきたので、はいはい、そこを掴んで伸びていってもらうために、今の良かったって僕は褒められね、すると本当にできたって誤解する人もいる。あ、これでいいんだっていう、そうそう、完結したって思っちゃう。それだけ分かりにくいのよ、剣って。あ、できたできない、実感難しいだろう、確かに、はい、たまになんで褒められてんだろうって言ってありますもん、はい、これ合ってたのかなみたいな、はい、後からついてくる時はあるんだね、そういうね、はい、これ合ってるから、合ってるから褒めたんだよ、はい、だから今度その方向で努力してねっていう、うん、それは感覚って自分の中にこう収めていった方がいいんですかね。そう、いいって言われて、はい、この感覚だな、いいって言われた時のことを感覚を覚えて、うん、理屈じゃなくて感覚の方がいいですよね。その感覚が正解って自分でちゃんと分からないと難しいですもんね、うん、そこでそうね、正解って思っちゃいけないのもあるかもしれない。そうです、うん、通過点であってっていう。そうそうそう、だからこれね、ほんと微妙なんだけどね、演武をね、そつなくこなす人っているんだよ。だけど中身が違うんだよ。でも演武はそつなくこなす人っている。それを勘違いする人、演武が上手いのと術が伴っているの別問題だ。はい、ああ、そう、難しい。またちょっと上からです。そうそうそう。なんで両方うまいのがベストなんだけど、はい、見せる技とまたちょっと術と変わります、ね、うん、ちょっと違うんでしょうね。勝手に両方整ってるっていうのが一番いいんだけどね。一番そうですね、理想です、ね、中身も伴ってて演武もその通りにやって上手だっていう、はい、術がちゃんと、あと剣術伴って難しいなと思ったのが、新しく入った方来るじゃないですか、うんうん、それで塚田さんといつもやってるような技だと、はい、人がやることによって変わってくるじゃないですか、剣の癖が。剣術なるものですよ、はい、なるものなんで毎回違うし、やっぱりだからその時の受ける時の膝の抜き方も、うん、いつもよりオーバーにやったりとか、うん、その受けたこの瞬間にわからないと、うん、またぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ。前やったのと同じだから通用するっつったら、そうでもない、そういうわけじゃないですもんね、はい、先代はね、その辺はね厳しかったですよ。はい、そうです。なんか違うく覚える人っているじゃない。例えば極端だけど右左間違ってるとかあるじゃないですか、はい、それほっとく人。どういうことで、僕俺はそういうふうに教えてないけども、そのように理解しちゃった、あとは気づかないんだからほっとくって。あ、違うって、人とやってるのずっと自分でやってることが違うってことに気がつくのも能力だから。あ、なるほど、そういうの皆まで言わないんですね。教えてたしなめちゃったら、はい、能力が伸びるんじゃなくて、うん、ただ当てはめるだけのことになっちゃう、作業になっちゃう。そうそう、それで気がつく気がつかないも能力のうちなので、だからああいうふうに覚えちゃったんだから、あ、いいんじゃないのって。いや、厳しいんですよ、ね、でそれを良しとしてるわけでもないからね、先生。そうですね、うん、自分で気づくまで。そう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 、締めいきましょう。はい、うん、いい話でしたね、はい。今回もご覧いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。
あとメンバーシップとスーパーサンクス機能も実装しましたので、そちらもぜひ使っていただけたら嬉しいです。いやらしいっすね。